谷瀬の吊り橋は奈良県吉野郡戸塚川村に架かる日本最長の生活用鉄線の吊り橋である。橋の名板に旗に瀬、橋と刻まれているほか、戸塚川村による橋梁名は谷瀬大橋となる。戸塚川に架かり、戸塚川村上の地と対岸の谷瀬を結ぶ。川もからの高さ54メートル長さ297.7メートル。1954年に架橋された。 完成時より日本一長い歩道吊り橋であったが、1994年に茨城県の竜神王吊り橋が完成したことで、日本一の座を譲っている。吊り橋が完成する以前は、川を渡るたびに谷を降り、丸木橋を渡って、対岸の斜面を這い上がらなければならなかったと伝えられている。洪水のたびに丸木橋は流されたことから、 当時の谷瀬集落の人々が1個あたり20から30万円という大金を出し合い、村の協力を得て800万円ものお移り橋を完成させた。教員の初任給が7800円、米1 0ラムが765円であった戦後、復興期の時代に住民が公費の8割を担って完成させた悲願の尊道だった。そのため、地元の人や郵便配達員などは、 ビジネスバイク等で渡っていくが、一般の観光客は自転車やオート街等での通行は禁止されていて、徒歩での通行のみとなる。また、かつては上の地にある小学校へ通う子どもたちの通学路でもあった。しかし、2010年春にその小学校が廃校になったことから、吊り橋を渡るのは主に観光客になった。中央部に幅約センチメートルの板が、 鉄線と30センチメートルおきに渡された横木の上に乗っているだけであり、足元はるか下方にある川や河原が、はっきり見える状態で、その板の上を歩いて渡るが、風が吹くと中央部分はかなり揺れる。危険につき20名以上は同時に橋に乗らないように、という旨の注意書きがある。話題性や眺望の良さから、観光シーズン中には観光客が多く訪れており、 一度に20人以上が渡ると危険なため、混雑期は監視員を配置して、上の地から谷瀬への一方通行規制とする場合もある。吊り橋は終日無料で通行できるが、この場合、対岸から臨時有料バスで戻ることになる。2021年9月28日に土木学会戦勝土木遺産に認定された。ありがとうございます。